はいどうも、こんにちは。しもじです。えっとですね。なんかいきなり、初めましてって人は誰だよとかね、かっこいいですねとか、逆なんかキモいですねとか、まあいろいろあると思うんですけど、この YouTube ではですね、僕がプロサッカー選手になるまで、そしてなってから今でもえ実際に自分でやってみて、結果が出てるものとか出た方法とか、それに自分だけじゃなくて人にも教えて、そして結果が出たものっていうのを伝えていって、 えー、一人でも最高のジョガドール、クラッキーと呼ばれるようなね、えー、最高のサッカー選手になってほしいなと思って、まあ、動画を撮っているんですけども、えー、そして今日は何についてお話していいかというと、えー、サッカー人生の設計図を構築する方法、サッカー人生の設計図を構築する方法、えー、ということで、えー、なんかね、設計図って何ですかとかね、なんかビルでも建てるんですかとか、ね、サッカー人生、 設計図なんて初めて聞きましたとかいろいろあると思うんですけど、まあ、これからね説明するんで、えー、安心していってください。えー、でねそして、まあ、どうして設計図を知ること、ね、このことを知るのが大事かっていうとこのサッカー人生の設計図を知ってそして新たに作り直すことで、えー、僕たちのパフォーマンス結果、えー、今求めているような結果っていうのは、えー、簡単にね出たりそしてパフォーマンスも簡単に変わっていくことができるんですね。 えー、というのも僕も実際にこの設計図っていうのを知ってそしてそれを書き直していったことで、えー、今までと違う自分になれるんだっていうのを知ってパフォーマンスそして結果っていうのが、ね、本当に大きく変わって僕のサッカー人生っていうのは変わってきましたなのでまあぜひねあなたもこれを知ってほしいと思うんですけどまずね、えー、僕たちの人生の設計図って何なのかっていうとそれはねセルフイメージですセルフイメージ えー、僕たちの、えー、人生っていうのはセルフイメージ通りに、えー、出来上がっていくし進んでいくんですね、えー、そうそして僕たちのサッカー人生もそのサッカー選手として自分がどういうセルフイメージを持ってるかっていうことで、えー、変わっていきます、えー、じゃあねセルフイメージって何なのかっていうと、えー、自分って誰ですか、えー、どういう人間ですかっていうことなんですけど、えー、そしてねそのセルフイメージが 設計図っていうのはどういうことかっていうとまあ簡単に言うとですね、えー、自分はすごい選手でいつも活躍してますっていうセルフイメージの人がいてでもう片方では自分は晩年ねベンチででいつもチャンスで失敗してしまう選手ですっていうセルフイメージの人だと自分はすごい選手ですっていうセルフイメージを持っている人は本当にそのような結果いい結果がいつも出るし逆に自分はねずっとベンチでいつもチャンスを えー、ものにできずに失敗してしまうんですっていうねセルフイメージを持ってる選手はやっぱり失敗が重なって思うような結果が出ないまま終わってしまうということです、えー、今日はねじゃあそ,そのどうやってその今のあなたの,その自分っていうねセルフイメージができたのかっていうことをねお話しします、えー、それをね知ることでつまりこの、ね、サッカー人生の設計図であるセルフイメージを知ることで えとどうやって変えていくことができるかっていうのが分かるので、そうすると、試合に出たいとか、ね、誰か見返したいとか、早くプロになりたい、結果出したい、ね、女の子にキャーキャー言われたいとかね、あるいは、ね、みんなを喜ばせたい、子供に夢を、ね、持つような、持たせるようなプレイをしたいとか、本当にプロとなってお金を稼ぎたい、あるいは、ね、親を喜ばせたいとか、いろんなこうしてみたいこととかね、なりたい自分、あるいは結果を出していくために、 そしてね、その目標に対して一日でも早くたどり着く。そのための重要なポイントなので、ぜひ楽しみにしていってください。じゃあね、僕たちのセルフイメージがどうやって作られていくかということなんですけど、まず、その作られていく上で大事なポイントが3つあるんですね。それは、まず1つ目は、幼い頃に植え付けられたもの。 これが、えっと、僕たちのセルフイメージを作っていく、まず一つの重要な、えっと、ポイントなんですね。幼い頃に植え付けられたもの。例えば、あなたがね、今25歳ぐらいで、まあね、高校サッカーの試合を見るとするじゃないですか。それと、逆に、あなたがまだね、小学校1年生ぐらいでサッカーをね、始めたばかりの子供で、その時に高校サッカーの試合を見るのだと、 大人になってしまってもうね何回も何回もサッカーの試合とか高校サッカーを見た後に見るのと見るのよりもその小学校1年生の時に見る、えー、とサッカーの方がやっぱり影響が大きいんですねそうだから幼い頃に、えーとえー、と僕たちはすごく外から影響を受けるってことなんですけどもそしてで幼い頃に一番強く影響を受けるのは大体の人にとっては親なんですね あるるいいは一緒にいる大人なんですでなんでかっていうとやっぱりいつも一緒にいるからその潜在意識に僕たちの潜在意識にその人たちの性格とか価値観っていうのがね植え付けられていくんですね知らない間にで例えば逆あのそういうね大人の人たちに「お前すごいねやればできるね本当にね人に恵まれているね」っていう感じで言われずっと言われてたりした人はそういうねいいセルフイメージがね できて、できやすくなって、そして結果も、えー、その通りの結果がね、出やすくなるんです。逆に、なんだろう、お前バカだな、なんでできないんだ、本当ダメだなって、こう言われ続けてきちゃったことかっていうのは、セルフイメージが低くなってしまって、思うような結果が出なくなってしまうんですね。そう。だから、幼い頃に植え付けられたもの、それが僕たちのセルフイメージに大きく影響を与えています。これが一つ目。そして次に僕たちのセルフイメージを作っているものは、 えー、感情が動いたもの、出来事です。これは、えー、これまで生き,生きてきて感動したり嬉しかったり楽しかったり、えー、そして心に残ったものとか出来事そして反対に悲しかったり辛かったり悔しかったりあるいはね怖かったっていうとこも、えー、感情に響いたことです例えば、えー、すごくね憧れていた先輩とか そういうね大好きだったプロの選手とかに、例えばね、君はすごい選手になれるよ、天才だよとかって言われた子っていうのは、やっぱりね、その感情がこうすごい上がって、セルフイメージが高くなるんですけど、例えば今ね、メッシ、世界一のサッカー選手って言われてメッシとかも、小さい頃に大好きだったね、おばあちゃんに、あなたは世界一のサッカー選手よって言われて、そしていつもね、愛されて、可愛がられてたっていうのがね、かなり影響してるんですね。そう。だから二つ目は、感情が大きく、 えー、動いた出来事ほど僕たちのセルフイメージに大きく影響を及ぼします。そして僕たちのセルフイメージを作っている3つ目、それは回数です。回数っていうのは、えー、さっきも言ったように、小さい頃から、例えばお前はすごい子だ、本当にね、みんなに愛されてるねってこう、何回も何回もこう言われていくと、自分のセルフイメージというのはそういう風に出来上がってくるっていうことなんです。 そうこの3つ幼い頃に植え付けられた価値観とか考え方そして感情が動いた出来事そして、えー、回数が何回も繰り返されるものこれによって僕たちの中にあ自分はこういう人間だっていうねセルフイメージが出来上がっていきますそしてこの自分はこういう人間なんだっていう潜在意識にすり込まれたストーリー通りに僕たちの人生やサッカー人生は作られていってしまうんですね でこのセルフイメージのすごいところは、たとえね、意識的にあなたが結果を出そう、頑張ろうと思っても、セルフイメージが、えー、自分は大したことない選手だってなっていると、どんなに頑張っても、例えばね、大事なところで怪我してみたり、チャンスで大失敗したり、ね、いつもしないようなことが起きたりして、結局ね、その大したことないセル、自分っていうセルフイメージ通りの結果を招いてしまうってことなんです。だけど、 えと今回ねその、どうやってなっていくかっていうことを知ったんで、それによって、じゃどうやったら変えることができるかっていうのも分かるんで、それはね、今度話すんですけども、そうやって先に自分のセルフイメージを変えることで、パフォーマンスも結果も、えーとね、大きく変わっていくことができるんですね。そう。なので、まずは今日はこの3つのポイントでね、えー、セルフイメージ。僕たちののサッカー人生の設計図が どうやって作られているのかっていうのを分かって、えー、そしてねまあぜひね今の自分のセルフイメージとかどうしてこういう状況なのかなとかっていうのを見てみると次のね自分がどうなりたいとかねどういう自分になっていくんだっていうセルフイメージのアイデアも出てくるのでぜひね意識してみてくださいこれからねまた、えー、とそのどうやって作られているかっていうのを分かったので今度はねそのやり方を逆に使って 新しい自分、えー、自分が得たいもの得たい結果とかね夢をつかむ新しい自分のセルフイメージを、えー、作っていくところに行こうと思いますということで、えー、今日はね最後まで見てくれてありがとうございました。